カマドドリアカは、鳥類スズメメの赤である。分類によっては、カマドドリカファンレディとも、カマドドリと総称されるが、講義には、カマドドリカ全体をカマドドリと呼ぶ、新熱体区に生息する、一部の種が、枝の上に、あるいは人工物の上などに、泥でできた、ヘッツイ状の巣を作ることから、カマドドリと呼ぶ、系統樹は、モイルイアル、アイステッドイアル、より、カマドドリアカは、 カマドドリカの3赤の一つだが、これをカマドドリカとする分類もある。伝統的には、現在のカマドドリアカ、ヤブクグリアカのみが、カマドドリカとされていたが、ヤブクグリアカは2属のみの小さな赤であり、伝統的なカマドドリカはほぼ現在のカマドドリアカに当たる。旧カマドドリカ全体をカマドドリアカとする分類もあった。ホウジロカマドドリ属ジーナップスは、 カマドドリアカの中で最初に分岐したが、カマドドリアカの系統には含まれず、鬼バシリアカの姉妹軍だとする説もある。残りのカマドドリアカには四つの主な系統がある。ただしその細部については、モイル・ヤルとアイステッドイアルで相違がある。モイル・ヤルは、ホウジロ・カマドドリ族の次にヤシカマドドリバーレプスキーヤーが分岐し、残りが四つの系統に分かれたとした。ただし彼らは、 カマドドリアカをトガとしており、それを、キノボリカマドドリアカピギャリクイニーカマドドリアカ、ファーナーイニーオナガカマドドリアカシノラキシーニーの3、赤に分け、カマドドリアカを、マユカマドドリ属、カマドドリ属の2属に分けた。アイステッドヤルの系統は、これとは、多少異なる。モイルヤルが、カマドドリアカにまとめた2属は別系統で、カマドドリ属、オナガカマドドリ属やシカマドドリが、 探系統を作る。また、この軍の規定には、オナガカマドドリ赤の一部、ヤシカマドドリ、カマドドリ族の一部が位置する。ただし彼らは、体系的な分類軍名を与えていない。伝統的なカマドドリカは、カマドドリアカファーナーイニーマユカマドドリアカフィリードリニー、オナガカマドドリアカシノラキシーニーの3赤に分かれ、カマドドリカが、トカから赤になるとこれらは、族となった。 これらの三族は、現在の四族のうち三族と、大まかには一致するが、かなりの違いがあり、特にかつてのマユカマドドリアカは、カマドドリカ全体の規定的な側系統に近い。伝統的な分類にはなかった、木登りカマドドリ族は近年認識されたやからで、旧カマドドリ族のオケタンカスと、旧マユカマドドリ族の二族を合わせた群である、族と種国際鳥類学会により、 ただしドラフトを反映している、俗文類は、モイルやるによる、ありがとうございます。